g ゾネ W62CA は、カシオ計算機及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが、日本国内向けに開発した、au ブランドを展開する KDDI 及び、沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN、対応携帯電話である。デザイン面では、w、W42CA の後継、機能面では、w、W52CA の後継にあたる機種で、 カシオ製携帯電話では、初の KCP 採用機種となり、初めて Bluetooth を搭載している。ただし、上記の通りこの機種より、KCP プラスを採用するにあたり、SD オーディオには、非対応となった。電子コンパス、g p s 位置情報、温度表示などの機能がある。また、これまで、G、Z1 のシンボルでもあった丸型ディスプレイは廃止され、 代わりに電子ペーパーを使用したサブディスプレイが採用された。2008年8月22日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年10月10日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年10月24日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。 2009年4月24日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年4月24日公開のソフトウェア、更新サービス、携帯アップデートを適用すると、電源が入らなくなったり、フリーズしたりする不具合が発生する可能性があることを明らかにした。本症状が起きた場合、au ショップ等の預かり修理をする必要がある。 事象が発生していない場合は2009年5月12日より公開された携帯アップデートを適用すれば改善される。ありがとうございます。